どうも PDR さんのコイン箱へようこそ。大好評シリーズアメコミ謎ボックス開封。今回はアメリカの Amazon で33ドルでした。33ドルでなんと76冊も入っております。では開封していきましょう。はあ、出だしからちょっといい感じですね。おお、めっちゃいいバイトです。やばいやばいやばい。まずこの最初のロットを見ていきましょう。はい、まずは Batman Legends of the Dark Knight。そして The Young All-Stars。聞いたことないですね。DC。Dark Stars。これも DC。スーパーマンが死んだやつだ。Death of Superman。まあ、すぐ生き返るんですけど。おお、昔持ってたこれ。これめっちゃいいんだけど。Earth2。これ割と最近の DC ですね。パニッシャー・ウォー・ジャーナル。あ、これ持ってたような気がする。X フォース。いらないな、それ。キャプテン・アメリカ。X ファクター。キャサノーバ。何か知らないんですけど、Mat Fraction が書いてるんで、これは絶対読みますね。Screwball Squirrel。聞いたことで、何これ。ダークホース。絵がなんか、ロジャーラビットっぽいですね。わからん、いらない。ああ、ダークドミニオン、いらねえ。ジュラシックパーク。懐かしい。ザ・マックス。ヤングブラッド・イヤーブック。ロブ・ライフェルドさんのチームヤングブラッド。これはどうしようかな。一応取っとこう。ザ・アライアンツ。これもう、イメージの90年代ムキムキマッスルマンアメコミ感が半端ないですね。またイメージだ。シャドーホーク。ロブ・ライフェルドさんのブラッド・ストライク。これは取っとこう。ストライク・フォースはなんか出だしちょっと好調だったけど、なんかイメージコミックスが。あ、ダークホースのエイリアンズ。あー、ヴァンガードイメージですね、また。インプUnity。 聞いたことないですね。おお、Death! Death! これはサンドマンのスピンオフですね。Death! 死。死はサンドマン、ドリーム、夢の妹？お姉ちゃんだったかな。サンドマンのスピンオフです。めっちゃ面白いです。おお！ダーククロー！これは90年代半ばに DC 対マーベルのシリーズがあったんですよ。で、そのシリーズが終わった後にアマルガムというシリーズがあって、DC のキャラとマーベルのキャラが合体したやつ。ダーククローはウルヴァリンとバットマンが合体したキャラです。そしてアルファフライト。これ、アルファフライト集めてないけどちょっと取っとこうかな。次の、あ、上にワンダーウーマンが載ってましたね。X-Men アドベンチャー。これは X-Men のアニメのストーリーがアメコミになったやつですね。かっこいいな、このケーブル。どうしよう。いらねえな。パニッシャー・ウォー・ジャーナル。結婚式のケーキで死んでる。Spirits of Vengeance。これ昔持ってたけど、このゴーストライダーと、最初のゴーストライダーですね。ジョニー・ブレイズと、あれ、誰だっけ、名前忘れちゃった。Danny Ketch だったかな。New Warriors 対ウルヴァリン。あ、キャプテンアメリカもいる。なんなのこれ。ちょっと取っとこうかな。X ファクター。Uncle Sam。聞いたことないですね、これは。グリフター。うわ、これロブ・ライフェルドだ。スーパーマン。ドクター・フェイトですね。バブルガン。なんかちょっとアニメチックな絵ですね。うわ、出ました。Ultraverse Hard Case だね。イメージコミックスの Black Acre。聞いたことないですね。IDW の Half Past Danger。そして忍者が。迷彩から来た忍者。頭悪い。Bloodshot。集めてないですけど、バリアントコミックスは基本的に面白いですね。The Three Stooges。これはすごい昔のアメリカのコメディトリオですね。すごい、なんていうんですかね。体を張ったコメディをめっちゃやってますね。ダメ。The Monster Hunters Survival Guide。 血まみれのセクシーなお姉さんがいますね。Anne Rice is the Queen of the Damned。 お、スピードレーサーじゃん。懐かしい。Fright Night。Now Comics とかめっちゃ懐かしいな。おお！ Army of Darkness The Long Road Home、うん、別に集めてないけどね。 Army of Darkness は映画はめっちゃ面白いですね。日本だと確かキャプテンスーパーマーケットかなんかっていう名前で出てたような気がします。 DNA Agents 昔の Eclipse Comics、 あー出たよまた。 Jack Kirby's Secret City Saga、 トランスフォーマー、 Evil Ernie Straight to Hell Evil Ernie だあーお、ガイ・ガードナーの最初のイシューですね。ガイ・ガードナーは確かグリーンランタンコープスの一人だったけど、追い出されたのかな。俺グリーンランタン詳しくないからちょっとわかんないですね。もう1セットありますね。はい。バットマン、シャドウ・オブ・ザ・バット。これ集めてますね。The Punisher War Journal。パニッシャーがいっぱい入っててめっちゃ嬉しいですね。あ、キャプテン・アメリカ。ちょっと待って。キャプテン・アメリカ。力士と戦ってるんだけどなんでストライクフォースモレトゥリマーベルですけど聞いたことないですか。なんだこれ。 Everyone hates Fight Man、 これは知らないんですけど絵が確かエヴァン・ドーケンだと思うんで多分取っておきます。エヴァン・ドーケンは PDR さんの大好きなミルク&チーズを描いた人ですね。 Dark Stars またいらないな。その T シャツスーパーマン、またこれ同じやつ入ってなかったっけ。 Earth2 The Young All-Stars DC いらないな。 Captain Confederacy ああああ No No She これ別にいらない、知ってるけど。 Archie もいらないな。 Ghost and the Shadow ダークホースですね。 Vampirader いらないな。マクロスこれも前入ってたな、このコンティニューティコミックスに。あ、Leave it to chance これすごいいい子供向けのアメコミですね。サイバーフォース、すっげえ90年代感が溢れ出てますねこの絵から。ストームクエスト、ちょっとゴミがいっぱい入ってますね最後らへん。Siegeイメージ、90年代のイメージ。フェムフォース、エターナルウォリアー、これバリアント取ってきますね。そしてん ?2 個。あ、エイリアン vs プレデター。そしてアルファフライト、ウルバリン。はい、アメコミ謎ボックス76冊でした。33ドルにしてはかなりお得だと思います。これぐらい取っておきます。こっちは処分ってか売りますもしアメリカの Amazon で見かけましたらぜひおすすめでございます。では Name's Ash Housewares